今回は、この電源が入らない、なんだっけ？ファインピクスの、F80EXR、こちらを、電源が入らないのでね、どうしようもないんで、あれなんですが、とりあえず、開けるだけ開けてみて、なんとなくね、水没のような気がしなくもないんですけど、どうしようもないだろうなっていうので、で、この液晶とかが使えたらよかったんですけど、残念ながら、全モデルの、F70EXR とはちょっとサイズが違います。ので、おそらく端子とかも違うんだろうなっていうので、そこら辺は諦めて、開けるだけですね。で、写真で、主に進めていこうかと思います。ちなみに、電源が入らないっていうのは、一応確認で、これね、はい。で、押しても、うんともすんとも言わないっていう。で、ちなみに、充電されてないんじゃないかっていうは、あれ、先やっとけばよかったんですが、こっち側、入れれば、普通に。液晶がね、ないともう撮影が非常に困難であるっていうので、それはちょっと以前にね、身に染みて分かったので、もうこれは仕方がないなっていうので諦めてますが。ということで、例によって、どうもね、こっち側のモデルどうしてかこの3つの、ネジを使いたいらしいっていうので、この辺はあるので、とりあえず開けていって、今回はね、もうあんまり壊さずに、主要な部分だけ見て終わりにしようと思います。じゃあ、あとは適当に続きます。はい、早速トラブってくれたっていう感じで、ネジがね、2本ほど、回らない状態になってしまいました。で、この2本がちょっと錆が、あるっていうことから考えても、やっぱり落ちたんじゃないかなっていう気がするんですが、それで、ちょっとね、隙間を見た段階で、かなりの錆というか腐食感があったので、もう下2本のネジは、強引に開けました。これまでとは違った意味で、かなり苦戦したかなっていうので、側面のプラスチックが割れた後、こっちはね、割れた後に、この部分だったかなにあったんですけども、これが回るようになってからは、これと、あ、これじゃないか、これも割った後かに残ったネジの部分と、それを、ペンチで掴んだら、どうにか、外せたんですけど、こっち側がね、結局、本当にこじ開けて、こじ開けて、最後には結局、開けた後ですけど、あれ、ペンチでもう折りました。レンズ、ちょっとね、水滴というか泡みたいなのがあったので、水没かなと思ってたんですが、水没ですね。このわかるかな、錆というか腐食感というかが結構いろんなところにあるんですが、電源系統がどれなのかなっていうのがちょっとわからないんで、とりあえずそっちから復帰させると、もしかすると、電源くらいは入るようになるかもしれませんが、こんなんがね、時間も経って治る可能性は、多分ないだろうと思います。これは多分モーターだけだと思います。中、ほとんどはプラスチックでできてるので、モーターが、元気なら、端子部はそんなにあれでもないので、拭き取ったりすれば戻るんじゃないかなっていうぐらいですね。ということで、これは本当に、これとか、あ、